皆さんこんにちは、りなじょうです。いつもたくさんのコメントやグッドボタンとありがとうございます。2021年明けましたね。2021年にもなりましたので、私のおばあさん、癖ある博多のおばあちゃん、あーちゃまに電話をしてみたいと思います。イエーイ。って言ってもね、昨日1月1日に、実はもうあーちゃまとは会っとっちゃけど、昨日会っとうけんね、怪しまれんかがめっちゃ心配っちゃけど、バレそう撮影が。でもやってみたいと思います。あーちゃまの今年の抱負とか聞きたいよね。はい、ではかけます。お正月はね、いつも1日に集まるっちゃけど、おせち料理があんまり好きじゃないけん、大好きなエビフライを大量にあげてもらうけん、疲れとうかもしれん。昨日エビフライ80匹ぐらいあげとうけん。あーちゃま。かけてみます。もしもし、おはよう。ハロー。何しようと？今ご飯食べよう、朝ごはん。何の朝ごはん？なんで？お餅は食べた？お餅？うん。もう今ね、昔みたいにも美味しいお餅がないけん、あんまりもうすかん。今のお餅は一丁も美味しないと。だけんもうすかん。何個食べた？3個。あれ、昨日さ、聞き忘れとったけどさ、今年のさ、目標何？あーちゃまの。あーちゃまの目標は、お金稼ぎたい。お金稼ぎたい。白蛇様に力貸してくださいって。白蛇様聞くって言いよったよ。聞かんと、聞かんくなったん？聞くよ。お金持ちになったら何する？お金持ちになれるわけないやん、そりゃ。もうね、あのエビの皮むくとでも手がもう親指がもう痛くて痛くてたまらんと。あーちゃま手の皮も薄くなっとるけん、もうこの右手の親指がもう今日も痛くて痛くてたまらん。もう腰が痛くて痛くてたまらんと。いりこ食べたら骨丈夫になるけんさ、いりこ食べりよ。ねえねえ、今年の目標さ、入れ歯をさ、合わせたら。そら、もう一時コロナが落ち着いたら行くよ。行かんと、もう前の歯がこれ、もう日本グラグラしちゃったけん、もう怖いけん、抑えて食べようとよ。歯磨きでも抑えて磨きようとよ。歯茎がこんなして年取ったらやられてしまうから。もしさ、頭がさ、生まれ変わったらさ、歯茎マッサージする？あ、するやろね。女は子供一人産んだらね、もうカルシウムがどーっと取られて、そこから弱くなってくると、歯に一番にくると。何、他の骨は丈夫？他の骨は意外と、もうそんな丈夫でもないね。チーズはね、あれはえらおいしかった。あのほら、赤ちゃんが食べるベビーチーズだろうが、あれのね、アーモンドが入っとるチーズ、これ美味しいとよ。アーモンドが入ってんの。アーモンドって珍しいね。アーモンドは食べらないけんちゃけん、あんなこれ買おうと思って、美味しいと香ばしくてものすごい美味しいけん。いやいや、ほんとほんと衝撃的。じゃあ去年の一番のさ、衝撃的な出来事になった？まあね、今年何年か知っとう？知っとうよ。え、全部言える？3ぐらい言えらな、バカったい。何年や、あーちゃま。あーちゃま、ねえやない。ネズミ？ウサギやない。自分の干支の年はあんまりいいことが起きないの。注意しとかんと。どういうこと？それとあれも良くないんじゃんね、ザラメ、ほら、33とか44とか、そういう重なった時ね。ザラメ？ザラメじゃなかった。ゾロメやろ？ゾロメね。じゃあ最後に。あんた、また録音しよっちゃないと。
ダメよ、もうそれ。じゃあ最後にさ、今年のさ、ちゃんと自分の抱負を言って。頑張りまーす。15年は行きます。じゃあ食べんと。食べようじゃん、今食べてるやん。あ、じゃあまあ最後にね、いつもね動画を見てくれている皆さんに新年になりましたので、最後に一言よろしくお願いします。皆様明けましておめでとうございます。いつもティナの動画を見ていただきまして感謝いたしております。末永くよろしくお願いいたします。こういう時だけ真面目ぶるやん。真面目ぶらないかんねもほら一言おじいちゃん話し、ティナのお礼だよ。もしもし。もしもし。あ、昨日ありがとう。うん。ずっと撮ったことまで。いや、絶対すぐ使うと思うよ、おじいちゃん。いやいや、使わんよ。じゃあ去年のやつ何使った？何使ったかな。なんか買ったと思うけどね。忘れそうやん。もう忘れた。今年のあれ目標は何？目標に別にないね。大変でしょ。はい、ということでいかがだったでしょうか。撮影仕様のバレたけど、2021年も皆さんよろしくお願いします。このチャンネルではこれからも博多弁講座や福岡のことを発信をしていくので、よかったらチャンネル登録もよろしくお願いします。それではみんなまた会おう。今年もよろしくお願いします。バイバーイ。りなじょーでした。福岡大好き、博多大好き、りなじょー好きならこっち。